シードラゴンは、アメリカ海軍の潜水艦。サーゴ級潜水艦の一隻。艦名は、達能と仕事記念のリーフィーシードラゴンと、ウィーディーシードラゴンにちなむ、可能性があるが、アメリカ公文書では、ネズッポカの総称に由来する、可能性を示唆している。なお、退役から13年後に、スケート級原子力潜水艦4番艦として2代目、シードラゴンが収益している。 ウィーリー・シードラゴン・リーフ・イー・シードラゴン・シードラゴンは1938年4月18日にコネチカット州グロトンのエレクトリック・ボート社で寄港した。1939年4月21日に J.O. リチャードソン夫人によって命名、浸水し、1939年10月23日に艦長ジョン・ジー・ジョンズ少佐の指揮下収益する。東海岸び カリブ海での成長後、シードラゴンはニューイングランドに戻り、1940年5月23日にコネチカット州ニューロンドンを出港、フィリピンに向かった。第17潜水艦隊司令が同乗し、シードラゴンは11月30日にカビテに到着。アジア艦隊の一席として訓練活動に参加した。 一年後に、オーバーホールの準備に入り、真珠湾攻撃時の1941年12月8日には、ウィリアム・イ・フェラル少佐の指揮下、カビテ海軍交渉でのオーバーホール作業が開始されていた。二日後の12月10日、シードラゴンを呼び、姉妹艦のシーライオンは、カビテに対する敵機の空襲を受ける。この日襲来したのは、 第11航空艦隊指揮下の第1航空隊に属する96式立二27機で、カビて海軍交渉とマニラ港を爆撃した。シーライオンは直撃弾を受け戦隊を破壊され、シードラゴンも爆弾2発が命中し、損傷を受けた。爆発により、シードラゴンの環境の一部が剥ぎ取られた。破片がバラストタンクに穴を開け、司令塔に突き刺さった。 この攻撃でサミュエル・ H ハンター将尉が戦死し、5名が負傷した。爆発による熱はシードラゴンの船体を焦がし、黒色の塗装には水砲が生じた。鳩場は火災と爆発によって包まれた。近くの弾薬庫に炎が迫り、シードラゴンに並んで停泊していた魚雷を搭載した貨物船に達しようとしていた。救難艦ピジョンは、 危険を顧りずシードラゴンに接近、水路へと栄光した。その後、シードラゴンは自力でマニラ湾へ移動した。その後、潜水母艦、カノーパス及びピジョンによる応急修理が行われ、その後12月15日の夜にアジア艦隊のスタッフが上艦した。12月16日の0時にシードラゴンはマニラ湾を出港した。シードラゴンは プチクカンバルマーに護衛されて南へ移動し、スリガオ海峡を及び、マカッサル海峡を経由で、スラバヤのオランダ海軍基地へ向かい、同地で便乗車を降ろした後、塗装を除く修理が行われた。その後、シードラゴンは、最初の紹介の準備に入った。12月30日、シードラゴンは、最初の紹介で、インドシナ半島沖の南シナ海に向かった。 紹介海,海域では進行する日本船団の探索を行った。1月8日、シードラゴンはカムラン湾への航路隊を紹介する。その2日後、敵駆逐艦を観測し、日本の魚雷を発射したものの、いずれも命中しなかった。駆逐艦はそのままのコースを進んだものの、潜水艦に対する反撃は行わなかった。シードラゴンは同海域に止まり、 正午の直後に、船団の推進音を観測する。1時間半後に船団を侵入し、最後の船に対して、接近を始めた。13時直後に魚雷を発射したものの外れ、再び攻撃態勢で接近を試みた。しかしながら1時間以内に、船団は安全に、カムラン湾に入港した。シードラゴンは東方へ交代し、 日没後に浮上して、充電を行う。その後、駆逐艦を観測し、シードラゴンは気づかれないように海域を離脱しようとした。ものの、駆逐艦はサーチライトを照射した。シードラゴンは先行し、駆逐艦による二度の爆雷攻撃を回避して東方へ移動した。1月12日の午前は、日本軍の消火機の回避に費やされた。 午後に六隻の船からなる船団に接近する。しかしながら、最終確認のため船望強深度に浮上すると、上空に点を確認する。三発の爆弾が投下されたが、シードラゴンは先行し、再び東方に移動した。18時過ぎ、シードラゴンは浮上して、先の爆撃による被害がないか調査した。幸い、塗装は、 多少剥がれていたものの、その他の被害は見られなかった。とはいえ、所々に赤が入った黒塗りの艦塗装は、浅い水域で先行しても敵は容易に発見でき不利だった。そこで、シードラゴンは航空機が頻繁に紹介しているであろう、海域では43メートルから61メートルの水深で航行することとなった。1月14日には、 バレラミサキ沖を紹介し、翌1月15日には南下して敵を求めた。そして1月16日11時15分、シードラゴンは輸送船団を発見した。しかし、潜望強深度にした時に上空から発見されて爆撃され、シードラゴンは深く先行してバレラミサキ方面に戻った。それからの6日間、 シードラゴンはいくつかの目標を発見したものの、運悪く魚雷は命中しなかった。1月23日の明け方、シードラゴンは4隻からなる輸送船団を発見し追跡。8時6分、シードラゴンは船団の一番線に向けて魚雷を発射。魚雷は一番線の左限船尾に命中。続いて魚雷を2本発射したが、これは命中しなかった。 3番船と4番船は、東南方と西方にそれぞれ逃げ、2番船は海岸に向かって航行し、やがて船尾を沈めて停止した。シードラゴンは3番船を追い求めて浮上したが、敵航空機を発見したため、攻撃は諦め先行した。シードラゴンは、その後4日間は、インドシナ半島沿岸で紹介し、ついで、ルソン島に進路を向けた。 1>, 1月29日に新しい紹介海,海域に到着し、スービック湾からリンガエン湾に至る海岸沿いに紹介した。2月1日、シードラゴンはサンフェルナンド沖で紹介。翌2月2日、早朝、シードラゴンは5隻からなる輸送船団を発見し先行。魚雷を発射し、 4番手で航行していた陸軍輸送船玉川丸に命中させて、これを撃沈した。攻撃後、シードラゴンは南に向かい、2月4日夜にマニラ湾に入った。22時3分、シードラゴンは艦を経流し、翌2月5日3時までに23本の魚雷、無電装置3000機、部品のスペア4000個を積み込んだ。作業終了後、シードラゴンは離岸。 日没まで海中で待機した。日没後浮上し、コレヒドール島に接近。25名の要員を上陸させた。その中には、ルドルフ・フェビアン少佐を指揮官とする暗号解析班のメンバー17名が含まれていた。一連の作業を終え、シードラゴンは19時46分に、コレヒドール島を後にして、オランダ領東インド方面に進路を向けた。二月十三日、 シードラゴンは45日間の行動を終えて、スラバヤに帰島その後間もなく、ジャワ島南岸のチラチャップに移動することとなり、2月21日に到着したが、日本軍の圧力が強まってきたため、オーストラリアに下がることが決定。3月4日にフリーマントルに到着した。3月18日、シードラゴンは2回目の紹介で、コレヒドール島に向かった。途中、 コレヒドール島向けの燃料と食料を積み込むためセブに寄港。魚雷10本と3インチ砲弾250発30トンの食料を積み込みセブを離れたシードラゴンは4月8日20時53分にコレヒドール島に到着。出迎えた急難艦ピジョンに横付けし7トンの食料を下ろし。 代わりに日本語の専門家である、オネスト・ジョンと、あだ名されたルーファス・テーラー以下の解析班のメンバー23名を、乗せた。作業終了後、シードラゴンは21時29分に離岸し、通常の紹介活動に戻った。シードラゴンは、スービックワンコーで紹介。4月11日、シードラゴンは、複数の目標を発見し、17時20分に、 その中にいた一隻の駆逐艦に対して三本の魚雷を発射。しかし、最初に発射した魚雷が29秒後に早期爆発を起こし、これを見た別の駆逐艦が魚雷を避けた後、爆雷攻撃を行ってきた。シードラゴンは水深61メートルで攻撃が終わるのを待った。爆雷は近くないところで爆発したものの駆逐艦が シードラゴンの先行場所を予想して待機していた。シードラゴンはおとしずかにこの海域を去った。4月12日に進路を南に向け、4月20日に論ク海峡を通過した。4月26日、シードラゴンは39日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。6月11日、シードラゴンは3回目の紹介で、 南シナ海、インドシナ半島方面に向かった。6月27日に紹介海,海域に到着し、月末まではシンガポールと香港間の交通路を紹介し、その後紹介海,海域をバレラ岬沖に設定して移動した。7月4日朝、シードラゴンは3隻の船を発見し、先頭の船に対して魚雷を発射。しかし、 魚雷は目標のもとを通過したらしく命中せず、逆に3隻の船がシードラゴンのいる方に突進し、爆雷を落としていった。10分後観測すると3隻は陸の型に逃げていくのが見えた。シードラゴンは南に進路を向けて交通路の紹介を続けた。数時間後、シードラゴンは2隻の貨物船を発見し、先頭の船に対して魚雷を2本発射。 しかし、最初の魚雷は爆発せず、もう一本の魚雷は後ろに逸れていった。魚雷はもう二本発射したが、やはり命中しなかった。直後に敵航空機が出現し、シードラゴンは以後2時間ほど対戦爆弾の雨にさらされた。この辺りの海は75ファゾムあったにもかかわらず、どんな深さで先行しても、上空から見えていたものと考えられた。シードラゴンは、 爆弾の雨をしのぎ、紹介を続けた。次の週、シードラゴンは数隻の船を発見したが、いずれも攻撃位置を占めるまでには至らなかった。しかし、そういった不運は7月11日夜に終わりを告げた。シードラゴンは、昨日見先沖で西方に煙が上がっているのを発見し、追跡を開始した。 7月12日1時56分に攻撃位置を占め、14分後に魚雷を3本発射。1本は後方に逸れたが、2本が輸送船ヒヤママルに命中。2時19分までにヒヤママルは沈没していった。シードラゴンはバレラ岬北東14.8キロの地点に向かって先行紹介を続けた。7月13日朝、シードラゴンは 陸軍輸送船、神高丸に向けて、魚雷を発射し、魚雷は、神高丸の後部に命中。神高丸は、間もなく沈没した。シードラゴンはこの海域を去って、海南島とバレラ岬を結ぶ海域に移動し、数日間紹介した後バレラ岬沖に戻った。7月16日10時30分、シードラゴンは4隻の輸送船団を発見。 魚雷を発射したものの、5分後に、魚雷は海岸に命中し、4隻は、シードラゴンのいる方に突進。シードラゴンは、U ターンして、魚雷をもう2本発射。魚雷は輸送船箱立丸に命中し撃沈。シードラゴンが戦望強深度に戻って観測すると、箱立丸以外の3隻の姿しか見えなかった。7月20日。 シードラゴンはオーストラリアに進路を向けて南シナ海を去った。8月2日、シードラゴンは52日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。8月26日、シードラゴンは4回目の紹介で南シナ海に向かった。9月10日、シードラゴンはアポ水道を通過し南シナ海に入った。 翌9月11日、乗組員の一人であるウィーラー・ビー・リプスが、中水炎にかかった同僚のダレル・レクターに対する、緊急手術を行った。この一件は後に、シカゴ・デイリー・ニュースのジョージ・ウェラー記者が報じ、ウェラー記者はこの記事により、ピューリッツァー賞を受賞した。また、リプスにも、海軍功績賞が授けられた。9月12日、シードラゴンは、 中佐諸島西方の紹介海,海域に到着。9月16日までこの海域で紹介し、バレラミ沖の紹介海,海域に移動した。9月22日まで、シードラゴンはカムラン湾沖で紹介していたが、適当な目標を得られなかった。22日朝になって、2隻の駆逐艦に護衛された、野島丸急貨物船と、おぼしき艦船に対して、魚雷を4本発射。 しかし、命中しなかった。駆逐艦が反撃に出て、正確な爆雷攻撃を行ってきた。9月29日夜、シードラゴンは、北緯12度20分統計109度27分、北緯12.333度統計109.45、0度、12.333、109.450の地点で5隻の輸送船団を発見し追跡。 翌9月30日1時22分、シードラゴンは浮上来撃を行い、一隻を撃破したと判断された。シードラゴンは輸送船団の前方に出るべく東に向かったが、護衛艦の照射を受けて先行。護衛艦は爆雷を6発投下し、船団護衛に戻っていった。シードラゴンは間を置いて浮上し、輸送船団の追跡を再開した。しかし、3時間後に、 主電動機のケーブルが加熱し、追撃は断念した。10月3日夜に、南シナ海を去った、シードラゴンは、5日後に、バリクパパン近海で紹介を行った。10月10日、シードラゴンは、南移01度07分統計117度19分、南移1.117度統計117.317度、マイナス1.117117.317の地点で、 海軍徴用船シグレマルに対し船尾発射艦から魚雷を発射。魚雷は命中し、シグレマルは最初の爆発から47秒後に消え去った。10月11日にはウィリアム岬とマンダー岬の間を紹介し、翌10月12日にはマカッサル沖で紹介した後、10月14日にロンボク海峡を通過した。10月20日、 シードラゴンは55日間の行動を終えてフリーマントルに帰島。潜水母艦ホーランドによる整備を受けた後、ソロモン諸島の戦いに投入するため潜水母艦グリフィンを呼び、フルトンと共にブリスベンに開港された。11月23日、シードラゴンは5回目の紹介でビスマルク諸島方面に向かった。 11月29日、シードラゴンは、紹介海域に到着し、ラバウルとショートランド間の交通路を紹介した。12月1日以降の10日間、シードラゴンはブナへの日本軍の増援を挫折させるべく、ニューブリテントを近海で紹介。いくつかの成功しなかった接触があった。12月11日朝、シードラゴンは、セントジョージ岬沖で、 貨物船と商船を発見し、魚雷を2本発射。そのうちの1本が、陸軍輸送船清高ライト丸のメインマスと下に、命中したが、沈没しなかった。シードラゴンは、護衛艦の爆雷攻撃で追い散らされ、止めの一撃を与えることを阻止された。12月21日、シードラゴンは、セントジョージ岬沖で、敵潜水艦を発見。射点を確保し、 魚雷を3本発射。1本目は命中せず、2本目も発射後18秒で爆発。3本目が見事に命中し、部内の増援に従事していた、囲号第四潜水艦を撃沈した。しかし、2本目の魚雷の早期爆発の影響で、シードラゴンも損傷した。爆発により全部発射艦室の乗組員を倒し、また、 一番発射管に装填されていた魚雷が誤作動を起こした。不測の事態を回避すべく、この魚雷を強引に発射したが、その代償で一番発射管の外側の扉が破損した。シードラゴンは一時コントロールを失ったが、魚雷がシードラゴンの管備近くで爆発した後、元に戻った。12月25日。 シードラゴンは、南位05度02分統計152度33分、南位5.033度統計152.550度、マイナス5.033152.550の地点で、コロンバンガラ島への輸送任務についていた、特設運送船南海丸を発見。魚雷を発射し一本が命中した。さらに、南海丸は回避運動中に、護衛の駆逐艦うずきと衝突し、 選手を損傷した。翌12月26日に紹介海域を去った。シードラゴンは、1943年1月7日に46日間の行動を終えて、真珠湾に帰島フェラル艦長は、艦船局に移動となって退官し、ロイヤルエルルッター少佐に変わった。シードラゴンは、オーバーホールのためメアイランド海軍造船所に、開港され、 1>, 1月16日から4月8日の間に改装された。この改装でシードラゴンに新しい電池とレーダーが取り付けられ、3インチ方の位置も全部に移された。シードラゴンは改装終了後、4月中旬に新珠湾に向かった。5月9日、シードラゴンは6回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。5月15日、 C ドラゴンは180度線を通過し、5月19日にカロリン諸島の紹介海,海域に到着した。5月20日、C ドラゴンは並走する潜水艦を発見し、相手も C ドラゴンを発見したのか、間もなく先行した。5月22日、C ドラゴンはトラックを望む海域に到着し、以後11日間はこの海域で紹介した。6月4日、C ドラゴンは、 ポンペイ島方面の紹介のため東に移動。ポンペイ島からクエゼリン干渉に至る交通路を紹介した。マーシャル諸島での紹介は、点在する敵基地からの厳重な紹介によってうまくいかなかったが、6月13日にはルオット島近海で貨物船の撃破を報じた。しかし、この時攻撃された特設運送船山国丸は来石を発見して、 回避していた。4日後、シードラゴンは、紹介会域を後にした。6月21日、シードラゴンは43日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。打機の修理のため、真珠湾に開港された。シードラゴンの来撃で損傷した旧カテカンイラゴ7月18日、シードラゴンは7回目の紹介で、マーシャル諸島、ウェイク島方面に向かった。 行動期間のうち31日間は、ウェイク島近海での紹介に充てられた。7月27日、シードラゴンは特設運送船スワマルに魚雷を打ち込んだ。スワマルは、3月28日に、タニーの4月5日にフィンバックの雷撃を別々に受けて、損傷し、ウェイク島に座礁したものであった。8月4日には、 北緯零七度四十分統計百六十度四十五分、北緯七点六六七度統計百六十点七五零度、七点六六七百六十点七五零の地点で、第五0十三戦断を発見し、特設運送船ケンムマルに魚雷を命中させた。紹介自体は増加する、航空機により順調ではなかったが、スワマルとケンムマルを含め五隻の船舶に打撃を与えたと、 評価された。8月中旬には、ウォッジェ干渉を偵察。8月30日、シードラゴンは43日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。9月24日、シードラゴンは8回目の紹介で、マーシャル諸島方面に向かった。クエゼリン干渉近海で31日間、紹介したが、対戦活動は相変わらず厳しいものだった。シードラゴンは、 5つの接触を得て2回しか攻撃機会がなかった。そのうちの1回、10月13日には、クエゼリン艦渉、キーヨ水道を通過中の特務艦僧野を撃破し、護衛の特設区選定第6小南丸は、シードラゴンに対して反撃に出た。11月5日、シードラゴンは42日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。12月14日、 シードラゴンは9回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。トラックとサイパン島間の交通路を紹介し、1944年1月9日には、北緯10度20分統計149度28分、北緯10.333度統計149.467度、14 10.333149.467の地点で輸送船を発見し、 魚雷を4本発射して3本命中させるもすべて不発だった。1月20日、シードラゴンは北緯08度04分統計150度52分、北緯8.067度統計150.867度、8.067150.867のトラック北方で輸送船団を発見し、旧カテカンイラゴに魚雷を命中させた。 イラゴは艦首を深く沈めたものの沈没しなかった。シードラゴンはイラゴを含めた3隻の貨物船を発見し、2隻に打撃を与えたと評価された。2月5日、シードラゴンは46日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がジェームス・エイチ・アシュリー・ジュニア少佐に変わった。修理の際、従来の3インチ砲は4インチ砲に換装された。 4月1日、シードラゴンは10回目の紹介で日本近海に向かった。4月5日に180度線を通過し、4月15日に紹介海,海域に到着した。4月16日、シードラゴンは、奄美大島近海から、文後水道と紀伊水道を結ぶ海域に移動し、瀬戸内海から出てくるであろう、観戦を待った。4月23日朝、 シードラゴンは、北緯33度23分統計135度44分、北緯33.383度統計135.733度、3 3 3 8 3十3 5 7度3 3の地点で、潮の岬方面に向かう、3隻の護衛艇,艇がついた4隻の輸送船団を発見。魚雷を発射し、輸送船大こと吹き丸の右辺に命中。 大琴武器丸は、選手から沈没していった。護衛艇と哨戒機が、シードラゴンに接近し、爆雷を40発投下。シードラゴンは、新進度に潜んだ後、夜になって、大戦相当中の特設砲艦ナなちルに対して、魚雷を発射したが命中しなかった。4月26日、シードラゴンは、東京とマニラ間の交通路を紹介。 翌4月27日、シードラゴンは、北緯33度13分統計135度59分、北緯33.217度統計135.983度、13 33.217135.983の地点で輸送船ハワイマルに魚雷を命中させ、ハワイマルは右に大きく傾いた末に、沈没を防ぐため裏進行近辺の浅瀬に座礁した。 4月28日からは、駿河湾入り口付近で、名古屋とサイパン島間の交通路を紹介。さらに5月3日からは、グアム、サイパン島、トラックと東京間の交通路の紹介を行った。2日後から、シードラゴンは、相模湾の入り口で感染の出入りを見張った後、5月13日に、シードラゴンは、紹介海域を後にして、ミッドウェイ島に進路を向けた。 5月17日、シードラゴンは、北緯33度31分、統計155度25分、北緯33.517度統計155.417度、33.517、155.417の地点で武装したトロール船を発見し、4インチ砲と、機銃の射撃により炎上させた。シードラゴンは捕虜を得るため接近したが、生き残った敵の船員は、 幸福を拒んだ。シードラゴンは再び東に進路を向け、5月21日に180度線を通過し、ミッドウェイ島に帰港。5月25日、シードラゴンは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島メアアイランド海軍造船所に開港され、夏の間はオーバーホールに当てられて、エンジンの乾燥を行った。シードラゴンは9月7日に、 新珠湾に戻った。9月23日、シードラゴンは11回目の紹介で、シャーク、ブラックフィッシュとウルフパックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。10月3日にサイパン島に寄港し、翌10月4日に出港の予定だった。しかし、電池が故障したため修理を行い、10月5日に出港。10月9日、シードラゴンは、 バタン諸島近海で、シャーク、ブラックフィッシュと再会し、紹介海,海域で行動を開始した。10月21日夜から10月22日朝に、かけては、第38任務部隊の攻撃で追い立てられたと、考えられた日本艦隊を探し求めたところ、22日未明に、北緯21度57分、統計118度14分。 北緯2 1 9五0度統計118.233度、2 1 9零0 1 1 8 2 3 3の地点で、巡洋型空母と、おぼしき艦艇,艇と4隻の大型艦、及び3隻、内市4隻の駆逐艦からなる、機動部隊を発見して攻撃し、巡洋型空母を撃破したことを報告した。10月24日朝6時15分。 シャークが敵との接触を報告してきたので、シードラゴンはその情報に基づいて移動した。7時30分に、潜望鏡で目標を発見したが、距離が遠かった。9時20分、シードラゴンは、護衛艦と航空機に護衛された3隻の商船を発見。これは、マニラを10月20日に出港し、高尾に向かっていたまた30船団で、指揮官である。 駆逐艦春風の名前をとって別名、春風船団と呼称されていた。10月23日17時30分の、ソーフィッシュによる元特設水蒸気、母艦君側丸撃沈によって攻撃が開始され、ソーフィッシュ、ドラム、アイスフィッシュのウルフパックと合流してきたスヌークによって船団は深刻な状況に陥っていた。 10時55分、シードラゴンはこの時点での戦断の一番線になっていた海軍徴用船大天丸に対して魚雷を4本発射。大天丸は空船で船体が浮かび上がって5ノットしか出せなかったが、最初の魚雷2本はなんとか回避。しかし、1本が右元機関室後部に命中。大天丸は12時頃に船尾を下にして沈没した。 最初の魚雷の動きが護衛艦に察知され、11時1分に爆雷発発が投下された。11時54分に潜望強振度に戻すと、護衛艦は6キロ後方にいる遭難者の救助に駆けずり回り、残っている商船はシードラゴンの前方にいて、2ノットから3ノットで航行していた。12時14分に、 千鳥型水雷艇と、応募式艦艇と二隻の中型貨物船に対して、魚雷を四本発射し、三つの爆発音を得た。シードラゴンは再び深海に先行した後、15発の爆雷を投下され、13時10分に潜望鏡深度に戻った。この時点で残っている小船は一隻と判断され、その小船、 海軍徴用船に A 口丸は停止して、遭難者救助をしており、そのデッキは救助した遭難者で混雑していた。護衛艦が A 口丸の周囲を警戒していたが、シードラゴンは隙をついて14時4分に魚雷を発射。最初の魚雷が A 口丸の左舷船首に命中し、A 口丸はたちまち前半分が沈み、大分時間が経ってから船体が全貌した。 1>, 1分後から25発の爆雷が投下されたが、シードラゴンはうまく逃げた。シードラゴンはしばらくして浮上し、18時58分にシャークとの交信を試みたが、何事も起こらなかった。シャークは6時15分の交信の後、春風に撃沈されたと考えられた。戦後の調査で、シードラゴンは一連の攻撃で大天丸とエクチ丸、それに、 火脚船国竜丸を撃沈したものと認定された。10月25日夜には吹雪型駆逐艦とおぼしき艦艇,艇に魚雷を発射したものの命中せず、10月26日にはルソン島に接近し、10月27日と28日には遭難した味方パイロットの救出を試みた。10月29日、シードラゴンはミッドウェイ島への帰還が命じられた。 11月8日、シードラゴンは44日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。12月3日、シードラゴンは12回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。この紹介では、敵船の探索と救助艦任務の2つで成り立っていた。1945年1月までは、敵船の探索を、1月10日以降は、救助艦任務がメインとなった。 シードラゴンは1月19日に紹介海,海域を去り、1月22日にグアムに帰港後、翌日には真珠湾へ向かった。2月2日、シードラゴンは60日間の行動を終えて真珠湾に帰島。これがシードラゴンの最後の紹介となった。シードラゴンは真珠湾で修理後カリフォルニアに帰還し、海軍航空部隊に対する訓練の支援を行った。 5月にシードラゴンは大西洋艦隊に配属され、戦争の最後の月はグアンタナモ湾及を呼び、フロリダ州キーウェストでの訓練任務に従事した。9月にコネチカット州ニューロンドンに移動、続いてマサチューセッツ州ボストンに移動し、同地で1945年11月15日に退役する。 およそ4ヶ月後の1946年2月8日に最終駅市、マサチューセッツ州ヒンガムで U ボートを含む潜水艦軍の不活性化及び保存の支援を行った。1946年10月29日に再び退役、大西洋予備役艦隊で保存され、1948年4月30日に除籍された。シードラゴンは、 第二次世界大戦の戦考で11個の従軍聖賞を受賞した。イオンは12月19日に空、虫川川口近海で魚雷艇の攻撃により沈没したとする文献もある。この経緯からスワマル撃沈はロスコープ564ではシードラゴン、タニー、フィンバックの共同戦果となっているがブレプ926から927では シードラゴンは省かれている。ただし、日本側の記録では国龍丸の光鳴りは1時頃、沈没は1時30分頃と記録されているが、USS シードラゴン。パート 2P90、ピアニッシモも100から105によれば、シードラゴンは、その時間には何ら戦闘行為を行っていない。ほぼ同じ時刻に、7500トン級輸送船に魚雷を2本、命中させたスヌークこそが、 国流丸を撃沈した真の潜水艦の可能性もある。なお、スヌークの戦時日式祭の時刻と日本側時刻との時差は約1時間である。日本側がプラス1時間。ありがとうございます。